はい。皆さん、こんにちは。マナレグルビーシです。では、今回は、信長の野望、革新、パワーアップキット、仮想シナリオ、太閤の恩続きをプレイしていきたいと思います。担当しているプレイヤーは、豊臣家ということで、打倒徳川を目指してのプレイになっています。早速、続きを始めていきましょう。徳川とのですね、決戦の様相を呈してきているという中ではあるんですけども、しっかり内政も行ってですね、国力をつけて、徳川とのね、長期戦戦えるように頑張っていこうと思います。まずちょっと軍団を編成しましたので、軍団ですね、ご紹介しておきたいと思います。まずは、清正。加藤清正軍。ここは九州しかないんですけども、九州の島津としっかりタッグを組んで、徳川とね、戦っていくと。そして、加藤義明。ここは四国の軍ですね。残っている四国のね、徳川勢力をなんとか一掃してもらおうというふうに思っています。そして中国地方、一円、福島正則に任せてあります。これらのね、軍団としっかり連携しながら、徳川の勢力を叩いていこうというふうに思っています。で、あとはですね、徳川はやっぱり兵力むちゃくちゃいっぱいいるので、それらのね、兵力に対抗するために、しっかり黒人衆とか水軍衆はね、味方につけていこうというふうに思っていますので、お金を請求されたとしても、確実に味方に引き入れていこうというふうに思います。では、坂本城前回最後取ってますので、その続きからプレイしていきましょう。坂本城を維持するのはかなり困難なので、坂本城は放棄して徳川に取らせます。ただ、この坂本城に入っている軍馬16000、鉄砲1500、これをね、しっかり接収していきましょう。この15000の鉄砲はね、すごく大きいので、この鉄砲をね、しっかり、輸送で後方の城に持っていきましょう。早速その坂本城に敵の軍が迫っているという状態なので、これは確実に坂本城から全てのね、家財道具一式と言ってもいいぐらい全てを引き上げて、坂本城で空っぽにしてしまいましょう。大和郡山城もこう何度徳川軍と戦ってるんだっていう場所ですけどね、再び敵が攻め込んでくるという構えになっています。であればここなんですけども、再び、同じ戦いにはなりますけども、雷連を派遣していきましょう。坂本城が奪われました。これは計算のうちですね。敵部隊壊滅。徳川家康自ら出陣してきてますね。御所の守りは大丈夫。ただ坂本城に8万の兵が入っていて、油断ならんというところですかね。ここは要注意というふうに思います。できれば畿内の黒人衆とはよしみというかね、支援関係を築いておきましょう。他でいうと土佐の水軍衆とかもね、あとは中国の黒人衆とかも味方にはつけておきたいので、金は惜しまず使っていきます。これで畿内の黒人衆の味方を得たというところと思います。さあ、大和郡山城の防衛戦ですが、雷連が到着しています。で、御所の方なんですけども、御所の方にはですね、正行の軍とあと幸村の軍を出します。で、幸村ももう本当にここまでね、大活躍というところで、同士討ちまで身につけているという状態なので、しっかりね、同士討ちを使って敵を撃破していくという感じで進めていきたいと思います。いや、もうここ二条御所も5、6万の軍に囲まれてますね。イスパニアとの契約で火打ち式銃ゲットしてます。これでイスパニアとのね、貿易による技術供与が進んでいますので、これね、すかさず、またイスパニアと協定をしっかり結んで、また技術供与ね、受けていきたいと思います。そしたら我々とですね、協定を結んでくれている丹後の水軍州が攻撃を受けているので、これをなんとかね、救ってあげたいなというふうに思ってます。とはいえ、あんまり大規模な軍は送れないので、ここにはですね、弓木城の部隊で敵を攻撃してもらおうと思います。そしたら丹後の水軍師はあっという間に撃破されて、弓木城の攻略戦に敵が出てきているので、ここはですね、正行を出陣させて、敵の退路を断ちます。で、完膚なきまでに敵の軍をね、叩いていくという戦い方をしたいと思います。で一方、大和郡山城には再び敵がね、攻め寄せてきているという状態なので、例によってですね、雑賀城から雷電を出撃させて防衛戦に当たらせたいと思います。弓木城もね、かなりの兵力が入っている防衛戦力の豊かなところにはなってますので、これでね、しっかり叩いていければなというところと、5詰めで入った我々のねスター正行で敵を壊滅させていきましょう。これで丹後水軍州と協力して弓木城の防衛戦できましたね。さらに敵のね、傷を負った兵も接収して確実に力を増したというところです。来連も戻しましょう。大和郡山城の防衛戦も成功です。そうですね、四国を平らげたいので雪村を出兵しています。このまま中村城を攻略できればいいかなということで、今ね、向かっているところですね。中村城の攻略戦です。上杉が徳川に滅ぼされています。中村城の攻略完了してます。これで四国にある本城扱いの拠点をね、全部奪ったというところですね。また一歩打倒徳川に近づいたというところと思います。西国方針獲得してます。これ鉄砲の火力が上がります。イスパニアとの技術供与の関係はこれで全部完了ですね。では今敵がですね、坂本城から御所に向けて出撃してきていますので、これをですね、城外で撃って出て完全に壊滅させたいと思います。8万からなる軍が入っていたこの坂本城の兵を完膚なきまでに叩き潰せればですね、この後坂本城、彦根城一気に取れるかなと思うので、ここはですね、城外で確実に敵兵を潰していきましょう。刑事が病気にかかっちゃったか。御所に敵が張り付いたところで一気に敵を壊滅させていきましょう。絶対に取り逃さない。承知しました。まだ敵の部隊ね、完全に入りきってないようなので、入りきるのを待ちます。入りきるのをしっかり待ってから行きましょう。さあ、敵兵打ち取りましたし、数も減らしたので、今こそ坂本城の攻略戦に、打って出ましょう。病の身の刑事もここは出てもらう。で、大和郡山城が再び敵の攻撃にさらされますので、これの防衛戦も行っていきます。また忙しくなってきましたね。で、御所に敵が攻めてくるのか。となると、これは迎え撃った方が良さそうですね。坂本城の攻略戦ではなくて、しっかりと御所の防衛に徹しましょう。これも場外で待って敵が取り付いたところを完全に壊滅させていきましょう。相当な数だな。まあ、10万ぐらいの規模の敵兵が出てるのかなという感じはしますね。前田刑事が死んでしまった。悲しいな。耐えます。ここは我慢、我慢して我慢して我慢して、敵が取り付いたら一気に激足にかかりましょう。大和郡山城の方の防衛戦も始まってますね。大和郡山城はあれだな、前回しっかりと修復をしてなかったんだな。さあ、ここから同士討ちをかけ、一気にね、敵の数を削っていきましょう。完全に二条御所の守りは大丈夫そうだな。御所に迫っていた敵兵は全て、打ち取れたかな。これで傷ついた兵を接収して御所のね、兵力を回復しておきましょう。再び大和郡山城に10万規模の軍が迫ってます。これを確実に叩いておきましょう。幸村を大阪城から出陣させてですね、敵の退路を断ちます。彦根城から出撃した敵を先に通します。あえて通します。あえて通して、その後後ろからね、追撃戦を行っていきましょう。相当な数だな。大和郡山城のね、いわゆる、修復が完了しないうちに敵がね、波状攻撃を仕掛けてくるっていうね、そういう展開になってますね。さあ、大和郡山城の防衛戦始まってます。ライレンも出して浮村も出してというところなんですが、敵の方は2代将軍秀忠とかがね、自ら出撃してきてますね。油断ならんという状況だと思います。よし、撤収に追い込みましたね。なんとか撤収させたっていう感じだな。これ大和郡山城の修復最優先でしないとまずいことになるな。このまま連続攻撃を受けてるとね、いつから悪上してしまいそうな、そんな心配がちょっとよぎりましたね。あるいはこちらから攻撃を仕掛けて時間を稼ぐとかね、そういうことも必要な感じがします。また大和郡山城、常に大和郡山城だな。ちょっとここもね、防衛をしていきましょう。大和郡山城が奪われるわけにはいかない拠点になってますので、品種改良完了してます。秀忠の軍は鉄砲櫓を抜けてくることができないな。我々のこの強固なね、防衛網を突破することはできないでしょう。ちょっと今本当に城がピンチなんでね、浮村隊をこの場所に派遣して、ここで敵を食い止めて、ライレンがその後ろで敵を鉄砲で撃ち食い止めましょう。鉄砲櫓の餌食にしてやろうというところですね。よし、敵は撤退していく。しばらくここに駐留させよう。大和郡山城のね、防衛のための修復が完了するのをちょっと待ちたいと思います。はい、ではね、ちょっと今回も防衛戦一辺倒ということでしたが、それでも四国をね、完全に制圧することができましたので、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。次回はやっぱりね、坂本城を取って、彦根城を取って、少しずつ徳川領に進攻できればいいかなというふうに思ってます。で、あえて亀山城以下、霧山御所、鳥羽港、この辺りはですね、大和郡山城が本当に強い城に育ったので、ここで防衛戦を展開することを前提に、あえて放置。あくまでも彦根城、坂本城、この2つをね、次回は狙っていけたらいいかなというふうに思っています。